はい、こんばんは、まさみでございます。はい、はい、前回お伝えしたようにね、はい、沖縄マラソン、はい、完走させていただきました。ありがとうございます。本当に、皆さんの応援の賜物でございます。はい、Facebook、Instagram で応援してくださった、皆さん、どうもありがとうございました。はい、というわけで、僕が完走できたアイテム、買ってよかったアイテムの第2弾なんですけども、2弾、前回はね、この、はい、グライドライド、こっちの靴のことをちょっとお話しさせていただいたんですけども、もう一つ、まあ、これに関することなんですけど、これ今中アシックスじゃないですか。これなんですよ。じゃん。はい、見えますかね。はい、これですね。カスタムバランスという、これこれですよね。ザムソさんの、はい、ソールでございます。で、出来合いの形のソールと、で、これはね、実は完全オーダーメイドのソールになっております。はい、中身をね、お見せしますと、まあ、通常のね、アシックスの、はい、ソールはこっちじゃないですか。で、これはまあ通常の平坦のね、はい、まあ万人に合うっていうんですかね、万人に合わせたような靴底なんですけども、実際に、はい、足型を取りまして、こんな感じで、はい、作ったソールでございます。はい、ちょっと横から見るとこんな感じですね。だいぶはい、R になっております。で、店舗でですね、はい、これはね、沖縄のスポーツデポアメク店で、はい、作らさせてもらったんですけども、たまたまね、取引先のお客様、きっかけがね、お客様が、はい、膝を痛めてね、これ作った方がいいよってヨガの先生、そのヨガの先生もフルマラソンね、バシバシ完走されてる方なんですけども、その先生がこれ作ってね、走ったらもう全然違ったっていうことを言ってたよってことでね、膝も痛いし足首も痛い、僕にはもうぴったりだということでね、はい、自分をね、真似して作ってまいりました。価格の方は、先ほど言ったね、8500円プラス税でございます。はい、ちょっと高いかなと思うんですけども、乾燥できるんだったら安いもんですよ。はい、まあ、どのように作るかということなんですけど、まず、はい、診断してくれます、機械の上にですね、足を乗っけまして、そうするとあのサーモグラフィーっていうんですかね、当たってるところと当たってないところ、はい、くっきり蛍光色でその人その人でね、こうパターンが違う出てくるわけです。はい、あなたの足はこういう感じになっておりました。はい、それとあと足首の傾きですね。傾きもやっぱり分かるわけですね。で、自分の場合はね、ちょっと左足がね、実は骨折してるんですよ、小学校の時に。それで足の長さがね、若干違います。で、まあ、その影響だかわからないんですけども、ちょっと若干こう内側に入ってる、まあもともとね、子供の頃から内股だったんですけども、まあ、その傾きで足着地するときにね、コンコトンクッと、要はかかと着地します。で、内側に足が傾きます。それから蹴り上がります。まあ、要はこうに行けばいいところをこうこうこうと、はい、ね、動作が加わって、1回余分な動作が加わることによって、だいぶ足に疲労が来てるはずですよと。まあ、実際にね、走ってないんであれですけども、ということで、まあ、一応データ上では、速度になっておりますと言われました。それでやって、まあ、そんな診断を受けつつ、はい、まあ、受けなくてもいいんですけどね、受けつつで、作っていただいたのはこれなんですけど、これね、まあ、どういう風に作るかっていうとですね、最初はね、真っ平らな板なんですよ。で、それを機械の中で温めまして、温めてから足のね、つま先から乗っけまして、ギュッとこうね、店員さんが押してくれまして、要は形を取るんですよね。親指の跡がしっかりついてますけども、ここはこうですよね。はい、まずつま先の形になります。で、それから、はい、ずっとね、バランスをこう、取りまして、足を伸ばした状態で肩を取る、要は体重を乗っける。で、膝を曲げた状態で、肩を取る、ね、要は走ってる格好ですかね、それに近い格好で、はい、形を取る作業に入ります。で、最後に足首ですよね。足首を押さえつけて、足首の肩を取り、ね、そう通しですからね、外して、あとは冷やして出来上がりと、はい、で、必ずはい、作るとき靴は持っていかないといけません。ソールを入れる靴を、はい、持っていくようにしてください。すると店員さんがね、バックソールに合わせてっていうんですかね、ある程度切ってくれて、実際に靴にも合わせて、はい、入れてみてね、不具合がないかどうかっていうのを確かめながら、はい、形を整えてくれますのでね。で、全部やっていただいて、まあ、込み込みで、はい、8500円プラス税になっております。で、これもですね、はい、作ってすぐ分かります。
もちろん今までね自分の足が当たらないところに当たるわけですよ。これがねぴったりするものですから。ですから最初はね違和感がございます。でも違和感があるってことはそこが今までね、はい、自分の弱いところ、あ、当たってないところですからね、はい、そこが当たって振るのね、はい、なんていうのパフォーマンスが発揮できるようになるわけですから、それは違和感があって当たり前です。で自分の場合はもうね走るね、フルマラソンを走るね3日前ぐらいに作ったんですよ。本当は慣らした方がいいとは思いますけども、ただですよ、合わない靴ね、最初から自分のね形に合わない靴で走ったとしてもそれはそれでもまたいけないわけじゃないですか。であればね自分の足に合った靴で走った方が理想なわけですよね。ですから自分もねいろいろ考えたんですけども、どっちかって言ったらね自分の足に合ったソールで走った方が、まあもちろん無難なんだろうなということで、はい、本番直前ながら作ってこれで走りました。はい、結果、ね、運動不足、膝が痛かったりね、練習ずっとすぐ膝が痛くなっちゃったりとか、はい、そうにした、僕ちゃんでも、はい、完走することができましたのでね、はい、自分はこれおすすめだと思います。以前はね水野のショップかななんかで出来合いのやつ、まあ、ある程度ね自分のなんつうかね、サーモグラフィーかなんかで、はい、形をね自分の癖っていうんですかね、足の癖を見ていただいて出来合いのやつで作ったこともあるんですけど、それもね随分楽だったんですよ。ですからねこれはもう疑いもなくね話を聞いて、あ、そうだ、ソールを変えるっていうねそういう手段もあったんだっていうことでね、そしたらスポーツデポさんで作っていただけるという情報をねパッと入りましたんでね、はい、すぐ作ってまいりました。でしかも、はい、スポーツデポさんのね、はい、宣伝じゃないんですけれども、アプリね、アルペングループはアプリを持ってると今回ね 10% の、はい、ポイント還元できました。でその上もしですよ、これがもし気に入らない、足に合わない、どうしても違和感があってね、はい、これは使えねえなとなった時には実はなんと 100% の返金があるんですよ。ですから作って全く損はないです。まず自分の足の特徴が分かります、ね、自分の歩き方の特徴っていうんですかね、癖が分かります。それを診断を無料でしてくれます。でなおかつぴったりね全部至り尽くせりで店員さんが全部サイズを切ってくれてね、その上で返金もしてくる、ね、使っちゃっても30日間だったかな、返金もできます、はい、ですから自分ねフルマラソン走って完走できなくて足がどうしてもね痛かったり違和感があったりねおかしくなったらね、はい、返金してもらうはずだったんですけども全くなかったです。はい、まあ、筋肉痛はね今しょうがないんですけども、標準のソールだとねちょっとねなんとなくなんですけど足こう内側にねやっぱりね傾いちゃう傾向があったんですね、自分の足の癖なんでしょうかね。ですからここにねなんか詰め物が実際ね欲しかったんですよ。何かねちょっと1枚なんか入れとこうかなって思ってたんですけどね、でそれがね全くなくなりました。これ当然ですよね、当たらないところがこう盛り上がってるわけですから、要はここにちょうど詰め物をしたっていうような感じに今仕上がっておりますのでね、こうね自分のこういう内側に入る、ね、足の癖までぴったり治ったんで、はい、それで、はい、運動不足、まあ、もちろんね運動が一番大事です。一番運動が大事です。はい、大切なんで3回言いましたけども、運動した上でですからね、本当は ね自分みたいにね運動しようと思ったら膝が痛くなっちゃったとかね、まあ、そういうことは何か原因してる、もちろん足首が硬いですとかね、ストレッチが足らないっていうのもあるね、運動の原因があるとは思うんですけども、それで、運動がつまんなくなっちゃうのも、まあ、本末転倒ですから、こういったものもねこれは、作る価値があると思います。ぜひね一度試してもらったらいいんじゃないかな。ぜひ、試してみてください。今回は以上です。ありがとうございました。いやでも本当に、はい、沖縄マラソンね、はい、もう2回目フルバ2回目でね完走ね、2回とも、まあ、完走してるのは完走してるんですけども、はい、前回完走した時はギリギリ5分前に入った、完走した、もうダメかと思った、諦めないでよかったなんですけどね、今回は運動不足でも30分前かな、うん、だいぶタイムも縮まりました。はい、もうこれとこれの組み合わせのおかげかと思います。